こんにちは、札幌占い美容室相馬鹿の後藤です。美容師の都市伝説編をお送りしたいと思います。今回僕が話す内容というのは全く事実ではありませんし、何の根拠もない内容になってますので、皆さん嘘だと思って聞いてください。結構カット、ヘアカットですね、美容室行くとどのくらい長さにしますかって言って後ろからこう切ってきますよね。で、こう切ってきます。で、切り方を重視してしまって、グラデーションボブはこういう切り方だ、ボブはこういう切り方だっていう方が先行してしまって、実際のお客さんが求める長さっていうのがなかなかね、お客さんも伝えられなかったりとか、後ろで一生懸命こう美容師さんが一生懸命切って、どうですかって言った時にお客さんも言いづらいわけですね。時間かけて切った場合は、あともうちょっとこう切りたいって言って、まあこの辺ちょっと切るぐらいはできますけど、全体のバランスをあと全体にもうちょっと切ってっていうと、もう一回最初からやるわけですよね。それってちょっとどうなのかなっていうふうに、僕はヘアカットの基礎はすごく大切です。手をね慣れさせたりとか、ハサミの開閉の仕方とかね、そういうのをウィッグを使って練習するのはすごくいいと思うんですけど、お客さんの癖だったり骨格だったり左右対称じゃなかったりとか、いろいろね髪質もあったりとかいろいろするんで、あくまでもその切り方っていうのはまあ一つのね、方法であって、やはりゴール、お客様がこうしたいっていう長さのゴールを明確にする必要があります。切り方を重視してしまうと明確なゴールが引き出せないんですね。そうなってくると、もうちょっと切りたかったのにっていう感じで終わっちゃう場合もあるんですよ。でもやっぱりね、お客さんもやっぱりこの美容師さんで10分20分かけてしっかり後ろを切ってたら、あともうちょっとって言いづらいわけですよね。っていうことがちょっと気になってた部分というか、ヘアカットをオンラインサロンで発信してる中で、やはりちょっと常にアドリブが効くというか、その時その時で、もうちょっと切りたいという時にすぐ対応できるようなヘアカットっていうのを僕はずっとこう発信、オンラインの方でさせていただいてるんですけれども、切り方っていうのは、まあ、美容師さんの教育、練習の教育、ヘアカットの教育の中で、そういうふうに教わってる部分もあるんですね。ここはこう切って、この角度はこうでとかね、実際その角度が正しいかどうかって分かんないじゃないですか。お客さんの骨格もありますんで、でそこでお湯が効かなくなるんですよ。でお湯が効かないとどういうことかっていうと、最終的なゴールが明確じゃないんですよ。ぼんやりしてるんですね。でぼんやりした中でどうですかって言っても、まあね、美容師さんも本当にこれでいいのかなみたいな感じでカットしてる方もいらっしゃいますし、お客さんもなんかまあこんな感じかなみたいな感じで、捉えてる方もいらっしゃると思います。やはりこのあとちょっと切りたいとか、そういうのに対応できるためには、そういうマニュアルを一旦置いといてですね、どうしたいか、どのように自分はこのシルエットをこうしていきたいか、どういう風な長さに最終的にしていきたいかっていう気持ちの方が大切なわけですね。お客様の、まあ、1センチ、まあ、5ミリぐらいまでね、追求する5ミリまで、ちょっとお客さんとディスカッションしながらスムーズにカットしていくには、後ろにこんな時間をかけてるっていうよりは、やっぱり見えるところをしっかり切って、それに対して逆算していくと、ゴールに対して逆算していくような考え方っていうのも一つですし、まあ、お任せの場合はね、まあ、自分の作ったスタート地点からゴールまでやっていけばいいんですけれども、それがね、切り方に重視してしまうと、これはこうでこうだと思ってしまうとイレギュラーな場合対応できなくなっちゃうんですね。でどういう状況であっても対応ができるっていうヘアカットの方法がやっぱ必要だと思います。マニュアルをそのままやるっていうのはどっちかっていうと作業に近くなっちゃうんですね。そうやって作業って面白くないと思うんですけど、美容師さんもね多分面白くないと思うんですよね。決まったことを毎日こうやってきっちりだ、きっちり切ったから、カットラインがきっちりになったから、それがお客さんにとって正しい正解なのかっていうこともないんですよ。そうですよね。ウィッグをきれいに切れたからそれがお客さんにとって正解かっていうと、重すぎてダサくなっちゃったりとか、なんか昔っぽい昭和の髪型になっちゃったりとかするわけですよね。ね、なので、崩すとこは崩してですね、そういうふうに、柔軟な考えを持ちながらヘアカットできる方法っていうのが僕は大切なんじゃないかなっていうふうに、思っております。
まあね、こう世間話しながら、あ、こうですねって言って、まあ、後ろから僕も切るんですけど、切るときは、まあ、それよりもね、いきなり前バーンって切ったら、あ、このぐらいの長さでいいですかって、こうディスカンションしながらカットできる、そういうような美容師さんに担当してもらうと僕はいいかなっていうふうに思っております。なかなかでもいないんですよ。なかなかね、そういうカットで教わってないんですよね。イレギュラーなんですよ、完全に。なので、そういうイレギュラーなカット対応できるような美容師さんを見つけられたら、理想の髪型にお客様になれるんではないかなっていうふうに思っております。例えば、まあ、時間のないね、忙しい美容師さんとかもしょうがないんですけど、あと全体に1センチプラス切りたいってね、例えばある程度切り終わった時に、プラス1センチ切りたいなとか言った時に、えっていう顔する美容師さんはちょっと注意した方がいいかもしれないですね。あとは無理やりこの方が似合うんですよっていうのを無理やり押し付けてきたりとか、もう一回同じことをね、スタートから走り出さないとダメなわけですよ。でそもそも僕もスタートから走ってません。例えば僕の切り方だったらそもそもスタートから走ってないので、まあ、ゴールに向かっていろんなところから、でどこからでも切れるってことですね。結局の話、前から切っても切れるわけです。で上から切っても切れるわけです。でもやり方っていうのは、やり方に重視してしまうと、後ろからこうなってこうなってこうつなげてっていうね、これってね、美容で進化してないんですよ、ヘアカットって実は。何十年も前から見ても、例えばこう横面からこう縦面になったりとか、チョップカットが出てきたりとか、いろいろまあね、そぎは置いといていろいろなカットは出てきてるんですけど、あまりカットって実は進化していないっていうのが現状です。進化するというよりはお客さんの求めるように切れればいいだけなんですけどね、そのトレンドを踏まえてっていうだけなんですけど、なかなかそのイレギュラーな対応に、戸惑ってしまう美容師さんがやっぱ多いかなっていう感じがしております。ですので、どこからでも切れる、うん、だから僕もその日によって、あのお客さんが、まあ、すごい前髪気になったら前髪から切りますし、横が気になったら横から切りますし、全部切り終わった後に全もう一回切ってくれって言われたら全然すぐ切れますし、基本的にそういうふうにどこから点をつけていっても最終的につなげられるような感じですよね。で、やっぱりきっちり、ウィッグをね、切るみたいに、カットラインを1ミリも狂いがないような感じでカットして、それが正解かっていうとそうではないと思いますよね。もしそれをお客さんでやった場合、確かにカットライン綺麗かもしれないですけど、めちゃくちゃダサかったりとか昭和感があったりとかしちゃうと思うんですよ。なので、それはまたちょっと違うのかなっていう感じがね、しますね。まあ、あとね、まあ、最近はレザーカットとかね、結構主流になって、もう花からぼかしてカットしていくという、まあ、レザーカットとね、多少まあこういう風にちょっと切りたいって言ってもね、修正が効いたりとかするんですけど、まあ、レザーカットについてもね、今度ちょっと話をしてみたいなと思うんですが、どこからでも切れるというヘアカットをやってる美容師さんをに担当してもらうと、非常に好みというかな、理想に近づくんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんベーシックは大切です。それは手を鳴らしたりとか、そういう体の、ね、位置とかね、まあ、そういうのを確かめるためには、そういう反復練習は非常に大切かと思いますが、そこに比重を置きすぎてしまうと本末転倒になるよっていう話になります。今回の話は全く何の根拠もありませんし、実際ね、皆さんが通ってる美容師さんがそれに属すっていうことはないと思います。これ全てね、嘘の話になりますから、皆さん本気に信じないでください。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。ご清聴ありがとうございました。Thank you.